日は歯のクリーニングを行います。歯のクリーニングに使用するバー類も患者さんごとに毎回新品を使用いたします。こちらが最初に使用するポイントブラシになります。このポイントブラシとこのペーストを使用して歯の表面の清掃をいたします。こちらのペーストはクリーニング効果に加えてフッ素が配合されているので虫歯予防効果もあります。仕上げ用のラバーカップも患者さんごとに毎回新品を使用いたします。このラバーカップとこの仕上げ用のペーストを使用して清掃します。お洋服が汚れないようにかけているこちらのエプロンもディスポーザブル製品です。患者さんごとに毎回新品を使用いたします。それでは椅子を倒します。お顔にしぶきが飛ばないようにタオルでカバーをさせていただきます。こちらのタオルはクリーニング済みで患者さんごとに変えて使用いたします。